茶飲ますとかね、すぐにイカつくね。すなさん、すっかりカメラ回ったって、岡崎までもう終わってましたけどね、一瞬乗り換えたところだけ映れてるのかな。な感じですね。IC カードで行った場合は別用の改札を次に取る。それだけ最初の処理としては、ピンク用の改札を次にタッチ。これですね、やはり名鉄の弥富駅みたいな感じか。これタッチをするとあれなんですね。要は高蔵寺駅ではタッチのやつが置いてなくても、そっか、高蔵寺駅になくても途中駅で降りたらそこであいかんって買い物できるから、ここをさえ押さえた方が大丈夫するなんか。なるほどな。はいはい、やっぱり高蔵寺駅にはこれがないですね。なかなか、うん、まあ私も合理的やけど、さすが取れたの。だからまあ別ですか、キープカットでええんか、そのまま改札から出たらいいのか。よいしょ、ね、え、せっかくキープカットったんで、はい、通してみましょう。うん、まあこれで問題なし。さあ岡崎だ。まあ今日は乗り換えだけなんで、そんなにあれですけど。JR 岡崎駅の駅前、あ、一番いろいろあんだな。なんか何もねえイメージだったけど。居酒屋とかが多いのか。へぇー。綺麗になってんな。JR 岡崎駅ってめっちゃ久しぶりに来た気がする。動画回してくるのは初めてか。かなり岡崎は、まあやっぱし東海の親父強いですよね。まあまあドジバンもドジバンですからね。やっぱりあれですよね、四日市もせっかく今 YouTube でねバズりにバズってるんですからね、ちょっとここがやかいたところですけどね。一応四日市市にはあれですけどね、ふるさと納税でその限定グッズ、駆け押しグッズとかを使って作って、水沢茶とか売ったらどうですかねみたいなね、案は。一応ね、なん、なんて言ったらいいの、まあ、稟議書でもないな。一応ね、提出はしときましたけどね。なんか、キムとかなんか言っとるわっていうんでね、終わってきそうですけど、うん。さあ、あ、でもね、結構それなりにね、そうやと思ってる、地元ファンの人がいたらね、こっちは、ここめっちゃ綺麗になったよな。なんか JR の岡崎の駅前でどっちかというと近鉄に寄った人と結構たまため晴れるほどではなかったけど、まあまあ殺風景なイメージだったけど、だからあの時以来か、2008年だ。ん ?2008 年、そうだな、2008年になんか岡崎の、でもあれ東岡崎駅の方だったんかな、車で行ったんだよね。車で行ってで、なんかコインパーキングに停めて、
そっから最寄りのところに行ったんで、何か急にね呼び出されたんで、わけもわからず高速を走ってって、なんとかたどり着いた先が、そっちの方にちょっと食べとかあるのか。へえ。あ、このとこファミマあったんや。へえ。岡崎駅前。そう、まあ岡崎もね、そう、四日市と似てるところといえばそう。あの、私鉄の駅の方のが中央駅っていうね。だから、名鉄やと東岡崎駅か。あ、でもそうかな。この前とか地下鉄通ってはおったんねんけどな。へぇ。こんな感じになってるんですね。うまい小判とか。あと、ま、ここから歩いて、ああ。メトリス行ってほしいね。この後、蒲郡行かなかったらな。今日の目的は蒲郡ですからね。いや、エレベーター使う。行ったー、今行ったか。ちゃんと歩けやと。洗礼を浴びましたね。洗礼ってことでもねえけど。さあ、こっちでーよし、レーター使おう。ほんと綺麗になってる。これほんと JR の方も綺麗になってるよな。どうなんでしょうね。まあでも名鉄で移動する人が多いのかな。基本的に岡崎だと、メタってのが便利は便利ですもんね。結構バスも、メタバス。やっぱりと比べると全然。問題はこっからだ。我慢氷までじゃなくて何だったっけ、三河にや。なんか引き慣れ屋駅に行かないといけませんからね。新快速は確かダメなんだよな。あれ？どっかに停車のやつ案内か。ないな。47分、ガガコーディ。あ、じゃあこれは停車しねえんだな。ダメだな。12番か。あ、そうか、そっちは0番ホームだもんね。あいかみたいな。ガマ通りまで出て、ガマ通りまでノンストップできるんやったら、これのガマ通りから乗り換えた方が早いのかな。あれは岐阜行きやもんな。あかんな、その時やな。あ、そう、こいつやつか、こっちから出ることがあるっていうか。これですね、14時47分。10分後、これ、15時4分。そうなんだ。どっかに停車駅の行きがないっけね。ないっけな。
あった。佐賀屋と来て、今が西岡崎の岡崎署で、問題はその次、蒲郡は全部止まるからいいんやけど、この三河谷が快速と新快速が一部停車らしいんですね。特別快速はもう全く停車しないっていう、かなり不思議な設定なんで、で今回のやつはそのまま蒲郡から豊橋までノンストップだった。これダメみたいですね。だけどどうなんだろうな、この 1,2,3,4,5 6駅あるかな。あ、すいません。